반찬여러분안녕하세요연정입니다하루노카오리가풍풍풍풍아가테키마시다키마시다미나사노도코로모사쿠라만카이데스카마다데스카東京はもう今満開で桜がニコニコ笑ってくれました。その桜見たら無性にパジラカルボクスって食べたくなったじゃないですか。なんで今日皆さんパジラカルボクス作って春を満喫しましょう。パジラってアサリというの意味です。煮干しで取った熱々のうどんのことを韓国はカルボクスって言います。皆さんと春を満喫しながら新鮮でもちもちコリコリのアサリたっぷり入れてカルボクス食べに行きます。温かいカルボクス食べてまた夜桜見に行きます。早速簡単な煮干しだし汁から始めましょう。시작해볼까요。今日入る野菜はニラ、なければネギ、あとズッキーニは必ず入れてほしい。あと人参と玉ねぎとか椎茸入れるのもいい。今日はちょっとピリ辛で食べたいので、冷凍しといた辛口と唐辛子も1個入れます。私はこういう乾燥麺でカルボクス作るの好きですね。もちろん生うどんでも美味しくなります。太さがあるでしょ？きしめんとそうめんの真ん中ぐらいの、そのこのうどんがツルツル喉越しもいいです。あさりたっぷり入れます。じゃーん！今日使うのはこういう煮干しだしパックです。こんな一パックでしっかりした煮干しの出汁出たので、韓国は一人で作る時とか、急に食べたくなって作る時にこの煮干しパック、よかった、美味しかったです。もちろん皆さん、鰹節が入ってる出汁パックあるでしょう。それも贅沢。それもおすすめです。青唐辛子は輪切りに入れなくてもいいですからね。少し種を取って、人参。太めの千切り。おお、ちょうどいい、ちょうどいい。今日は月にも千切り。ちょっと長めの方の千切りに行きましょう。このぐらい。0.5。ちょっと 0.5 同じ太めで。じゃーん、存在感あるでしょう。ニラー。ニラ5センチ。水を入れます。これまず1個入れて。おお、だし汁は入ってきました。そしたら普通のスープ作る時には弱火にして蓋閉めてやっぱり5分から7分やれば美味しいだし汁になりますけれども、今日はねこの麺が乾燥麺でしょう。結構時間かかるのでもう沸したら入れる。もちろん火もあげる。水ももうちょっと足そう。1個作るのに 900ml 水なんですけど、これをどん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 うどんが吸ってくれますからね。これでもうじっくりやっていきます。このうどんを7分茹でるものなんですけど、5分ぐらい茹でた後に野菜とかアサリ入れたり、あと塩を入れたいと思います。ちょっとやや中火にしました。今のようにして蓋閉めます。じゃあここでタデギというのものを作ります。皆さんよく韓国の温かいスープの店とか、麺店行ったら辛い味噌みたいなものが食卓にポンと置いてあるでしょう。それタデギって言います。ちょっと味変の辛い味噌。とっても簡単。ニンニク。今回は細かい唐辛子粉。キムチ用でもいいですよ。煮干しだし汁小さじ2。ちょっと自分の分量で味噌っぽく作ればいいです。ここに柚子胡椒とか入れるのもいいでしょう。これこのまま常備して皆さん味噌汁とか入れるのもいいですよ。本当にシンプルなこんな感じで作るタデギが一番飽きない。ひゅー、あー5分経ちました。私この本当に煮干しだけでもいいかも。そうそう、皆さんこの煮干しだしとここにキムチ入れて、キムチ汁入れればキムチカルボクスもすっごく美味しいですからね。全部じゃじゃじゃー、何も考えない。全部入れます。だしパックはギリギリまで入れましょうね。ここに料理酒。1個入れて、さっぱりする味になりますように。うわ、アサリがピピピピ水飛びました。ここに塩もちょっと入れます。
おー、アサリもポン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 桜みたいに咲いてきましたね。そしたらだし汁もお疲れ様。シュッ、味見味見、塩味だけ。あー、皆さん乾燥麺から塩の味がしっかり出てます。このうどんからの小麦粉の風味と塩味がとってもいいので、塩をほんの少しね。わーお、もう十分。コショーショーショー、もうこれで出来上がり、出来上がり。うふー、こうなったらもうパジラカエルスはこのままインした方が店のものだ。このスープ感、あとこのたっぷりのあっさり、あとズッキーニがうざうざ、人参も負けてない、負けてない。これで海の香りがするパジラカイグス完成。おいしい、シャキシャキの白菜キムチ出します。よしよし、はあ、熱い。あー、もう食べる前から汗出ました。これが伸びると嫌じゃないですか。木板のセッティングもプロ並みですよ。1分ぐらいできました。待ちちょっとだけ水飲ませて。あー、水も美味しい。じゃあ早速食べてみます。今日はじゃーん、長いキムチ持ってきましたよ。やっぱりカイグスにはね、長い白菜キムチ、熟成キムチ食べないとね。まず香りは青唐辛子でも、まずこれ飲むと、あー、アサリー、アサリー、なんかアサリとチューしてる感じです。あー美味しい。キムチもちょっとここに裂いておきましょう。それでくるぐる巻いて食べるの。いただきます。なくなっちゃった。美味しすぎ。すっごく食べたかったので作った甲斐があります。あー、日本のうどんは美味しいです。なんでこんなに滑らかで小麦粉の風味がいいんでしょうね。あさり食べなくていけないんだけど、うどんが美味しすぎ。野菜とまたこの唐辛子の香りがいいですね。じゃんじゃじゃーん、キムチ、キムチ乗せて巻いて、キムチと麺巻いて食べると絶品ですからね。あー、酸っぱいキムチの香り。キムチ今ちょうど熟成して美味しい。この後からの辛さがまたもう何とも言えね、本当に何とも言えない。いただきます。またこれみくに言われますね。大きな口に入れすぎってまた言うんですけど、本当に入っちゃうんです。食べれば食べろうともっと食べたくなる。韓国はカルオクスと食べるキムチ、美味しい時にはよく、キムチがケイズスーというの言葉よく使ってます。あ、もう全部食べました。汗出てきました。あ、鼻水が嬉しい。なんか最近食べながら鼻水が出たのはあんまりないな。最後にはキムチ1個。私どんなデザートよりこの最後に食べるキムチ好きかも。いやー、食べました食べました。本当になんか汗が出て気持ちいいですね。また頑張れる気がします。頑張るぞー。最後まで見てくださってありがとうございます。どうせよ、あにょぎよ。どうしましょう、たでぎ皆さんに見せたかったのに、あまりも美味しくてそのも全部食べちゃいました。もう本当にバカなんだから。皆さん、このタデギここに味変で後にちょっと溶かして辛口でも食べてみてくださいね。
ない。